フロンティア通り入り口付近フロンティア通りは福島県郡山市にあるコミュニティ道路。郡山駅西口駅前広場から南西方向に伸び NTT 東日本福島郡山支店前で西に曲がって福島県道17号郡山停車場線に至る長さ467メートルの通り。1993年4月16日完成。 コミュニティ道路改善の名前は、軍役所通り、および南通り。他のコミュニティ道路同様、電線が地中化され、自動車は速度を上げにくいように車道がクランク状に曲がり、舗装は石畳になっているなど、歩行者が歩きやすくなることを目指したボンエルフ式の作りになっている。また、駅前広場からの入り口には、稲わし湖や浅香疎水をモチーフとした噴水やガス灯。 ブロンズ像などのある広場があり、歩行者の休憩や待ち合わせのスペースとして利用されている。終点にある中条緑地からは、金通る小道を通して、金通る省、女宝寺、福島県郡山合同庁舎、葉山公園、21世紀記念公園葉山の森などの古い建物や公園が並ぶ葉山通りに繋がっていることから、郡山市のパンフレットでは、 ウォーキングのコースとして紹介されている。他の地方都市同様、郊外型大型小売店が台頭して、中心市街地が空洞化したことにより、2000年代頃から歩行者の通行量の低下が見られる。そのため、沿道にあることぶき泉堂総合病院が、高層マンションや商業施設との複合施設建設による再開発を行うなどの対策が取られている。 1994年手作り郷土賞受賞。ありがとうございます。